どうも、主です。今回、本当に本当の最大のピンチを迎えております。おー。ちょっと機嫌よく喋ってらっしゃいますが。今回はゲスト。なんと、細川隆さんと間違えてブッキングしてしまいました。こんなミスありますか？お前だろう。お前だろう、間違えたのは。田中さんの師匠だから、マネージャーも知ってるからって、謎が高橋師匠お願いしますって言ったら、はい、何を間違えたの？やっぱりちょっと本気に行くの怖くなってしまって、うん、似てる方。似てる？あの人は こっち側がないの、こっち側。細川師匠、こっち側がないわ。ルールは一緒というか。ルール、まあ、反り上げてるという意味ではルール一緒やけど、和の心みたいなとこは一緒やけども、はい、間違うぞ。一回間違えてすいませんでしたじゃすまんやん。はい。だから一応お呼びしたんですけど。今日は一緒に、衣装着ていただいて、歌唱お願いしますだけ言ってます。間違えたけども、歌唱お願いしてみた。でも、どの衣装かは分かってないです。これやれ。来てくれるのこれ。ノリで頼んでしまったんですけど、やっぱご本人前にすると、ちょっとビビってます。俺が全部、謝らなあかんねえから、はい、この衣装を着ていただいて、うん、北坂も。マジかよ。ちょっと行きますか。これはぶち切れないかもしれません。行ってきます。はい。うす、おーっす、おーっす。先生、お、いやいやいや、先生、お久しぶりです。いや、先生じゃないですよ。お疲れ様です。先生、あ、いやいやいや、お久しぶりです。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 もう、ご無沙汰します。スタイルティーチャーぶりで。あ、そうですね。はい。めっちゃ楽しかったっすね。もう、会いたかった。いや、本日までこのお呼び立て。いや、とんでもないです。ありがとうございます。はい。言うんですか、俺。まあ、今日はコラボ、楽しみですね。はい。ね、ほんと、コラボ。あ、コラボ、はい。コラボを、コラボっていうのだけ聞いて。あ、そうですね。何のあれやろ、そうなんですけど。はい。大変に、言いづらいと言いますか、ちょっと、正直に話します、はい、本当に。はい。スタッフが、ワニード先生を、ちょっと、細川隆史師匠と間違えたんですよ。はい。なんか、見た目が似てたのかな？見た目が似てたって言ってるんですよ。生まれて初めて言われたんですか？はい。間違えられちゃったんですね。うわ、じっすね。すいません。本当に。そういうごまかしとかってよくないというか、嘘ついたまま進めるのってやっぱ。まあ、よくないですよね。やっぱ。ないじゃないですか。いや、そうっすよね。このことの成り行きを進めて説明した上で、細川隆史とワニード先生を間違ってしまったという。で、間違えてしまったということなので、本当申し訳ないんですけど、この。これをちょっと一度来ていただきたく。現物初めて見たっすね、俺。伝説になってる感じですか、この。いや、伝説じゃないですかね。もういろんなところで見てますね。これをちょっと来ていただいて、はい。マジっすか。で、はい、もうさらにちょっと本当申し訳ないですけど、一緒に。北酒場を、北酒場っすか、ちょっとだけ歌っていただくっていうのは、もう、すいません、もう、あいつやったぜ。無茶ぶりにも程があるんですよ。まあ、ちょっとね、やっぱ根っこに流れてるものって、はい、やっぱ、ワニード先生ってやっぱ、ヒップホップとやっぱ日本の心っていうのはすげえ流れてる。いや、光栄です。先生の曲も、僕はちょっと、なんていうのかな、演歌だと思って聞いてると思うんですよ。グッと来るというものとして。なるほどですね。そういうとこですね。はい。リオさんとも、はい、喋ったんですけど、やっぱ、アクトーの歌は、はい、演歌だめって言ってくれたんですよ。ね、これは本当ですよね。はいはい、あれは演歌だって話って言ってくれたんですよ。はいはい、リオさんが言ったならもうそうでしょうね、それはもう。先生、これ聞いてもらっていいですか？いいんですか、逆に。俺、来ちゃっていいんですか、俺。ちょっと、良ければ、はい。ちょっと、来させていただいて。うわ。あ、すいません、ありがとうございます。上だけなんですね。え、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 
どうします？いや、ちょっとどうせなら。うわぁ先生、ワニの先生。はい。ちょっとこちらで着替えていただいて、ありがとうございます。出来上がったらちょっと。うわぁ、すげぇ。失礼します。失礼しますね。行きます。はい、ちょっと奥の方、すいません。行きました。行けちゃいました。はぁ、よかった。演歌って言ってドキドキしたけど。いや、まだ、おにぃずさんは演歌歌手ですよねって聞いてないっす。もうええやん。あとやっぱあのポーズ。いや、これはやばいよ。今いろんなコラージュみんなしてたと思うんですけども、ネットの皆さん。うん、ワニウドさんが本人が来てる。これはもう予想できなかったと思う。できました？大丈夫です。はい。では、はい、ワニウド先生が、あの、細川師匠のマーク&ロナ上下を着ていただきました。お願いします。やっべやべやべえっすやべえっすこれ自分では見えないそっか、これ見せたいな写真似合います。いや、ちょっと初めて来たとは思えないフィット感が。持ち主、この人のものだったんじゃないか。すげえ。めちゃくちゃいいっすね、これ。着心地。そうなんですよ。高くていいんですよ。そうっすね。で、これで、はい、ちょっともう一つお願いですけど、あの、フライデーで撮られた時の、はい、ちょっとこういう感じで、僕がその前、撮るっていう写真、ちょっと撮らせてもらっていいですか。そうですね。はい。はい。そうですね、左足前ですね、はい、めっちゃ真面目にやってそう、はい、はい、おっす、終わりました、はい、おっす、行きまーす、はい、もう一枚いきます、もう一枚、ラスト、はい、はい、お願いしますお願いします。どうでしょうか。いや、すぎますねあれはいかつい。あれはやばい。すげえ。俺甘かったわ。ね、なんでこんな似合うんだろう、マジで。いや、めちゃくちゃもう、本当に初めて来たんかぐらいもう来てますね。バッチッと来ちゃってます。あれさん、やっぱりブッキング合ってたんじゃないですか。間違えたとか言ってましたけど、はい、服が呼んでたんですよ。そうですね、服に呼ばれた感じで、はい。はい。ちょっとこの勢いであれなんですけど、ちょっと一緒に歌うのもどうでしょう。やりましょう。いいやりましょう。いいこんな中途半端で終われないです。ノリノリだよ。ノリノリだよ。どうするどうする。もうこれ、うん、あれ聞きません。いいの。はい。ちょっとワニウドさん結構ノリいいんで。ノリいいねこれ。北酒場じゃなくて、あれ最近作ったあの音源あるじゃないですか。ロード。はい。あれちょっと一緒に。北酒場って言ってたんですけど、はい、北酒場はもちろん歌っていただけそうなんで、はい、トラブリューのロード知ってます知ってます知ってますよ、もちろん大好きですよ、はいはい、ちょっとあの曲のそのハーモニカの部分をなんかループしてビートにして、はい、なんかラップできないかなと思って、新しいですね、はいはい、ちょっとそれちょっとでラップとかいやどうですかやりましょう。ノリノリノリだ。あった。それは楽しみですね。もう何でもやるやつみたいになってる。でも違います。もうあくまで、はい、僕らはやっぱり一緒に戦ってるね。そうそうそう。RG さんからのやっぱ頼みはもうちょっと誰でもやると思うなよ。じゃあちょっとまさかのプロジェクトが始まると。これいいんですよね。はい。はい。はい、ではオマニウド先生とロードラップスタートです。いくぜ。